はい、ツルザップです。っていうことなんですけど、今日ツルザップがね、今日来れないんで。はい、ツルザップです。そうなんですよ、今回僕が不在で、そう、宮古島に旅行がね、5月末に決まってて、今回は不在でコメントのみでの参加になります。いやー、でも夏っていいですよね。けど今日ツルザップがね、今日来れないんで、僕が代わりに撮影させてもらいたいと思います。じゃあまず自己紹介お願いします。東新宿所属の堀田月です。はい、今日はまた後楽園ホールで試合ですね。はい、今現在3連続ノックアウト中。はい、ちょっと今日ね、また意気込みとコメントをちょっとお願いします。はい、今結構波に乗ってるんで、今回4試合連続 KO を目指しているんで、まあ、今回も期待しておいてください。はい、今日また変な T シャツ着ますけど、なんすかそれは。ツルザップさんの T シャツです。はい、この間も説明したけど、ゴミ箱があるんで上にこれ捨ててもらっても大丈夫です。はい、ということで頑張ってください。堀田優月選手でした。ありがとうございます。はい、ツルザップです。ということなんですけど、今日ツルザップ来れないんで、僕が代わりに撮ってます。じゃあ、自己紹介、ジム名とお名前お願いします。健身ジム のクインビー夏美です。クインビー夏美選手、はい、何年生ですか。今中学1年生です。中 1?、はい、中1なの。はい、あ、それでリングネームあるんですね。はい、はい、今日後楽園ホール初めてですか。はい、どうですか試合、今日意気込みというか。緊張しますね。緊張してる。はい、ツルザップはご覧になったことあります。ああ、見ました。滑舌が悪い黄色い T シャツ着た、ちょっと頭のおかしい人なんですけど、はい、もしよかったらこれも放映されるんで、はい、チャンネル登録してあげてください。はい、今日堀田優月選手、印象はどうですか。印象も、後楽園ホールで何回もやってる選手なので、ちょっと怖いですけど頑張ります。はい、ちょっと怖い。はい、はい、もうちょっと楽しみですね。はい、はい、じゃあ最後は見てる人にメッセージと意気込みお願いします。いや、絶対勝ちます。はい、全然怖くないじゃん。はい、ということで頑張ってください。はい、夏美選手でした。ありがとうございます。バイバイ。本日の第3試合を行います。黒選手優勝。代表取締役佐藤隆さん、有限会社大野電気商会社長大野修一様、株式会社磯田開発代表取締役小島明久さん、有限会社ライトスタッフ山田代表取締役山田典子様、株式会社メタルテック社員一郎様、佐藤正弘様、小川康様より決定書が届いております。それでは本日の第3試合49キロ系イブニラと首相撲で顔面膝肘なしを大会より行います。東新宿所属堀田優月。
ードコーナー変身チームクイーンリー夏海。エフィー坂井です。いや始まりますね、中1対中3の対決、クイーンビー夏美選手、僕初めて見るんで、どうなんですか、中学1年生どんな戦いするんですかね。ゆずきちゃんね、3連続 KO 中で中3強いですからね、楽しみですね。始まりました。おっといきなりいった。ストップ。パワーありますからね、水木選手は。回転です、回転。お結構お首強いな。ね、中1と中3は結構ね、体、おお左フック入った。体は結構首が得意なのかな。クインビー選手は首いってますから、ね、身長でかいですね。おお、いい右が入った。この実況ね、好きな人がいるとかいないとかどうなんですかね。今日ゆずきちゃんサウスポー多めでいく感じで、結構殴り合いますね。これ倒しに行く感じですね。 KO 狙いなんで。あれ頭が当たっちゃった。痛い。ちょっと一回休憩が入りますね。偶然のバッティングで1分間の休憩ですね。ちょっと回復を待つというところでね。中1で甲羅圏立つって結構すごいですね。僕あの中学校1年生の時ね、あの身長144しかなくて、ね、女の子でもちっちゃかったりしたんですけど、もうサッカーやってたんですけどね、それだけで緊張するのに、こんな人いっぱいいるところで試合してね、すごいね、すごいですよね。うん、まあ、ゆずきちゃんもまだね中学3年生ですから。僕中3の時ね身長168センチで、まあ、3年間でね22センチ伸びたんですよ。結構成長しましたよね。これへーって感じですよね。そろそろ再開ですか。僕の話はもうねいいから、試合行きましょうね。試合、はい、再開しましたね。結構殴り、結構ゆずきちゃんね倒しに行ってる感ありますけどね、逆にね倒しに行きすぎると硬くなってね、結構難しかったりするんですけどね、まあ、ガンガン行きますね。結構あのクインビー選手も行きますね。気が強いのかな、ガンガン行きますね。リーチ、身長が結構ありますからね、身長差を生かして首もちゃんと、うん、うまいね。パワーがやっぱゆずきさんかな。おお、動かした。今のはねうまい。首がねすごいね、やっぱこのレベルが高いジュニアはね首ができないと。あ、1ラウンド終了してます。堀田ゆずき、堀田ゆずき、堀田ゆずき、皆さんぜひ名前だけでも覚えて帰ってくださいね。あとちなみに今回の動画、この動画を撮影しているのはミネルヴァのビジュアル系でおなじみのナナ選手なんですよ。本当ありがとうございます。すごいですね、クイーンビー選手、あの11勝もしてるんですよ。18戦して11勝、すごいですね。11、はい、運命の第2ラウンド始まりますね。どうなるか。おー、いきなり殴り合い、いきなりこれ、うお、殴り合いからの首相撲。やっぱ
ぱ突進力がねありますよね。今日はねサウスポーのまま行く感じなのかな、ゆずきちゃんは。やっぱり組んでからが強いね。なんとかねクイーンビー選手は、ね、勝利を、見つけたいところですよね。おお、投げましたね。でもちょっとレフリーに注意を受ける。うわ、腰を痛めた、ゆずきちゃん腰痛めたね。いや、これは痛い、これは痛い。ちょっとこれも一回ストップがかかりますね。続行できなかったら負けなん、きつ。これ偶然のあれじゃないからね、これで負けなのきつ。でもさすがゆずきちゃんね、やりましたすぐに。おっとバックブロー、お結構行きますね。ちょっとストップが、なんだちょっと待って、バックブローの腕が当たったとレフリーが言っています。ゆずきちゃんはグローブと言っておりますので、ここでツルザップタイム、ちょっとスローモーションで見てみましょう。腕があれですね、首に当たっちゃってましたね。これは注意みたいですね、限定なしの注意みたいな。最後ラッシュ、残り時間はわずか、殴り合いますね、すごい殴り合い、中1と中3、すごいですね。これは倒しに行きますね、最後まで。いやすごい、いや最後首相撲で削って、もう残りわずか。ここで試合終了ですね。いや激しい、いい試合でしたね。じゃあ判定を待ちましょう。判定に入ります。ジャッジ3人とも20対18、1ラウンド2ラウンドともに水木ちゃん突破ということで、水木ちゃんの判定勝利ですね。対戦相手のクイーンビー選手も良かったですね。はい、ということで見事勝利しました堀田優月選手です。嬉しそうじゃないですね。はい、どうしてですか。反省点ばっかりです。そうなんですか。はい、なんかね今日ちょっと雑だったような、はい、もう堀田優月レベルになったらちょっと今日はねボディも打ってもらいたかったし、はい、とはいえね今回ね足を怪我していて、ちょっと試合もね本来だったら厳しい状況だったんですけど、まあ、僕は最初から聞いてたんで、まあ、その状況でも、まあ、勝利したのは良かったと思います。そんな悲しまないでください。勝ったんで、はい、ね、ということで見てる方にメッセージお願いします。はい、今回はちょっといいような内容じゃなかったんで、次はもっと
いい感じにできるように頑張るので応援よろしくお願いします。そんな泣かなくていいですよ。け、ね、怪我はね、怪我もしてたのも分かってるんで、はい、まあ、その状況で今日頑張ったのはすごかったと思います。ね、またちょっと少し休んで頑張ってください、はい、ということで堀田優月選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。